角田城は宮城県角田市角田にあった日本の城。仙台藩における源名の一国一条令後の21要害の一つで、以後は角田要害と称した。近景館とも称した。角田城は永六年間、伊達市の家臣伊で宗光が築城した。角田城をめぐって、伊達市と相馬市の争奪戦が繰り広げられたが、宗光は相馬市と通じて、 半旗を昼代した。伊達明州は後に、角田城を奪還し、父と異なり伊達市に従った、宗光の小盾宗時が城主となった。しかし、天正十年に宗時は戦死した。そのため、同1九年には、正宗の家臣伊達城実が、日本末城より移ったが、文禄四年城実は出奔し、城は正宗により接収を受けた。慶長三年、正宗の叔父 石川明光が一万国を領し石川氏が明治維新まで在住した。明治元年12月、角田地域を含む白石に、母親戦争で朝敵となった森岡反乱物資が、原宝の上で違法された。移行数年間、角田要害は、南部市によって管理された。明治4年11月、仙台県に編入されるまで県庁舎として使用された。現在は、 宮城県角田高等学校の敷地となっていて、高校の入り口付近に石碑が建っている。縄文であった下牛門は長泉寺に移設され、角田市指定有形文化財に指定されている。ありがとうございます。